花より団子、これもおすすめです。これはもう面白い。花より男の子って書いて男子って呼ばなくて団子って呼ぶらしい。これは面白い、ぜひ見てください。次、バタフライエフェクト、これもおすすめ。っていうかこれ一番おすすめ。過去の一つを変えると未来が全部変わっていくっていうやつ。このパッケージよく覚えてください。この裏か、裏が一番いい、分かりやすい。これこれ好き。あとのね、続編があるんだけど、これはね、もう何とも言わなくていい、見なくていい、多分。